3、2、1、0。7月の22日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます、店長の松下浩一郎が皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。今日も昆布でーキュッ。先日勉強会の後の打ち上げ、よし打ち上げ始めます、5、4、3、2、1、発射というと、それは違うと言われてしまった。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。即用のご注文多数、即用のことならお任せください。今日はローストビーフに青み山椒をつけて食べてみました。ローストビーフに青み山椒をつけると強烈に濃く旨味が吹き出してきます。この強烈に濃い旨味を体感してしまうと、もうローストビーフ単体では食べられません。引き返せなくなる味です。まっちゃん、嬉しいことがあったから飲むって、あんた毎日飲んでるやん。